先進国の中で30年も景気が悪い国は他にないんです。日本だけ。生活が厳しいとか、人生うまくいかないみたいな、経済的にちょっと厳しいって人たちがすごい増えてるんですけど、それを個人の責任にしちゃってるんですね。でも違うんです。政治の責任なんです。30年も経済が停滞して、国内が貧困化し続けるっていうような状況は、日本がトップクラスなんですよ。 で、これは政治で変えられるんですね。だって経済政策っていうものを打てばいいんだから、それさえもしない。一部のものだけ金持ちになって多くが貧しくなっていくような国がずっと続いてんですよ。で、そこにコロナが来たでしょそこに物価高まで来てるじゃないですか。耐えられません。当たり前なんですよ。そこに対して、とにかく税金下げろと。景気が悪いっていうのは世の中にお金が回ってないってこと。だったら、世の中にお金を回すような政策を打つっていうのは、これ経済政策の色派のい 一丁目一番地なんですね。そのことを求めるっていうデモだったんですよ。で、例えばですけど、今言葉では言いましたけれども、えっ、ー、と、もう一回データとして皆さんに確認をしていただきたいと思います。日本がどれぐらい景気悪いっていうのを皆さんにもうちょっとイメージをつかんでもらうためですね。すいません。今見ていただいているのは世界の実質賃金2022年版で、 比較します。20 2022年と1997年を比較するというか、97年を100とした場合、2022年どうなってますかアメリカは139.9。イギリスは133.7。ドイツ118。フランス125。カナダ134。つまりは、1997年と2022年を比べたら、みんな、その頃よりも実質賃金上がってんです。 だけど日本だけ85.6減ってるやんって。そういう話なんです。物価は上がれと賃金上がらず、生活苦しいの当たり前です。はい、こちらグラフ、こうなります。今の、えー、数字をグラフに落とし込んだらこうなるんですよ。どこも右肩上がり。でも日本だけ下がり続けてる。生活が苦しいの当たり前なんです。世界中行ったら、先進国行ったら、えー、時給2000円とか当たり前なんですね。そんなことにはなってない。日本だけ、 凹み続けてる、沈み続けてるという状態です。はい。で、もっと、どれぐらいの所得が失われてる、所得が失われてるというのを、えー、はっきりとしたもので見てみると、こちらですね。えー、所得の中央値。 所得の真ん中、高い所得、低い所得、全部並べた真ん中。真ん中の値がどれぐらい下がってるか。25年不景気が続いて、真ん中の値は、所得の中央値は131万円低下してるんですよ。多くの方々が貧乏になっ,なっちゃってるんですね。ひどい話ですよ。えぐい話です。はい。で、続きましてなんですけれども、この状況において、えー、国内がどうなってますかってことですけれども、国民生活基礎調査いきましょうか。 はい厚生労働省の調べでございます、国民生活基礎調査、生活が苦しいと感じている世帯、全世帯の54.4%、母ス世帯の86.7%ですよ、これ、コロナが来る前、2019年の話。 2019年の時点でこんな状態。ここにコロナが来た。そして物価高になってる。もう無茶苦茶ですね、こんなの。一方で、儲かってる人たちもいますってことです。どんな人たちでしょうかってことですけど、出ますかありがとうございます。えー、大企業ですね。内部留保って呼ばれてるものは、過去10年、毎年最高更新し続けてます。522兆円。すごくないですかで、例えばですけど、原預金、原生どれぐらい持っとんねんって話になったら、10年間で127兆円増加してるんです。はい。すごくないそれだけじゃないんですよ。富裕層って呼ばれてる人たちが日本 日本にはどれぐらいいるかってことなんですけど、世界第二位なんです。はい、三百六十五万人。富裕層の定義は何かっつったら、百万ドル、百万ドル、一億円以上の金を今すぐにでも投資に金を使えるっていう。 自由になる金が1億円以上ある。今すぐ投資に1億円投げられる。そういうような人たちがこれだけの数いるんです。皆さんは結構コンスタントに税金上げられたりとか、コンスタントに社会保険料を負担上げられたりしてますよね。でもここら辺の金持ってる連中からは金取ろうとしないんですよ。おかしくないあるところから取らず、ないところから絞り取るようなことばかりやってるんですよね。おかしな話でしょその筆頭は何かって言ったら、やっぱり消費税になるんですよ。で、消費税取られてもしょうがないよなって思われてる方結構多いんですけど、どうして消費税取られない なきゃだめなんですか？消費税取る理由って何ってことなんですけれども、理由はこちらです。ありがとうございます。これ見ていただいてるのは法人税なんですね。法人税率、はいえー、昭和の終わりから平成の終わりざっと見てみると、法人税率下がりまくってんす。下がり続けてる。どうしてこんなに下げられるんですか？別のところで取りますわ。何でしょう？消費税なんです。消費税が上がるたびに赤い線ですね。3580消費税上がるたびに法人税下がり続けてるこういうことなんですよ。どうして消費税が必要なんですか？っつったらあなたの社会保障のためなんです。そう言われてますよね。みんなから。 取り取った消費税その一部しか社会保障に使ってませんよ消費税が必要な理由はこれ所管比率の是正一部の者たちにより得をさせるためにこういうような税金を取られているこれが答えですはいだから消費税なくなって皆さん困りますかってことだけど困らない逆に言ったら景気が良くなるだって10%払わなくていいんですからこれ年間でどれぐらいになるかって言ったらおそらく年間で20万円30万円は手元に置いておける消費税をやめれば20万円30万円のお金使えるお金が手元に置いておけることになる全部使わ 社にににししてててもも一部使うにしても社会にちゃんんとお金が回っていくんですよねこういうことをやっていくのが本当の経済政策であるということでございます。ちなみになんですけれども、消費税やめたらどんなことが起こりますかってことです。プラスの面を、これですね、資産してもらいました。この資産は参議院、衆議院参議院の参議院、参議院がシミュレーションしてくれたものなんですね。マクロ軽量モデルで。消費税をやめた場合にどうなりますか 消費税を0%にした場合、えー、一人当たりの賃金がどれぐらい増えるんですかってことなんですけれど、何もしなかった場合と比べて、7年後、これ35.7万円賃金が上がりますっていう話になってんです。年間ですね。どうしてですかって、そりゃそうですよ。消費税ってどういう効果があるかって言ったら、消費が落ちちゃうんす。冷え込んじゃうんす。だって消費にかかる税金だから。で、消費にかかる税金、罰金をやめたらどうなるかって言ったら、消費が喚起されるんです。当たり前。消費に対するブレーキを解除すれば、当然消費は盛り上がっていきます。だって さっき言ったように皆さん使えるお金増えるから。だとしたら社会にお金が回っていく。誰かの消費。あなたが物を買えば、そのお金は誰かの所得に変わっていく。給料に変わっていく。当たり前の循環ですよね。それが7年後には最大化して、一人当たり賃金が35.7万円増えるっていう資産、シミュレーション結果を参議院、参議院が出したということでございます。この消費税をやめるってことだけじゃダメですよ。でも少なくとも今30年経済がこれだけ傾いてて、コロナが来て物価高で、さらにここから先厳しい状況に 追い込まれるのであるならばまず第一歩としてこれぐらい大々的なものを打ち出していきながら消費を喚起してお金を回して中小企業本当に元気にするような政策打っていかなきゃダメなんですよねそう思ってます今日のデモっていうのは消費税廃止っていうことをえ一番メインとして大きな声で訴えていたということでございましたすいませんちょっと冒頭が長くなっちゃいましたけど今日はどんなデモやってきたんですか景気を上げろっていうデモをやってきたその中で政策としては消費税をやめろっていうことをえーしつこく言ってきたってことですねまあ政治の ことについてなかなか物言えない社会じゃないですか。政治のことを喋り出す人って空気が読めないみたいな空気の中で、みんなで政治のこと喋っていこう。声出していこう。あなたがこの国のオーナーだから。ということで、そういう空気をできる限り広げていくためにも、まずデモ。ということを全国でやっております。すいません。ありがとうございます。